どうも、皆さんこんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、IOST、アリス、ジムですね。えー、今日は6通貨見ていきたいと思います。今日が2021年の11月の21日日曜日ですね。今が19時19分を待つところです。 えー、今日の、えー、動画に関してはですね、この後21時からグローエイズメンバー限定のライブ講義やっていきたいと思いますので、サクッと、えー、10分ほどの動画でお伝えしていきたいと思います。今日の仮想通貨市場は全体的に大きな展開にはなっていないんですけれども、あの、大きくまあここまで落ちてきましたね。で、今のところ一旦反発してきて、この流れが週明けにかけてね、続いていくのかどうなのかっていうところがですね、重要視されているような状況なんじゃないかなと思うんですが、その中でもアルトコインをね、えー、個別に見ていくと結構反発してきている通貨もあって、えー、下げる前のですね、 今後、週明けにかけて、どの点がです、ね、注目になっていくのかというところを実際のチャートを見ながらです、ね、ご説明していければなという,ふうに思いますえ。このチャンネルでは仮想通貨関連、それから世界経済ニュースをピックアップチャートに相場分析と戦略構築をやってくるチャンネルになっております。一応、初心者の方にもです、ね、分かりやすいような相場分析を心がけております。まあ、水平線だったりとか、移動平均線だったり、まあ、それがです、ね、僕の中で一番最強かなと思っているんですけれども、もし応援いただける方はです、ね、ぜひチャンネル登録いただけると嬉しいなという,ふうに思います。じゃあ仮想 ののどこ,このまままていいいきたいと思います、はい、今日のビットコインに関しては0.7%アップで1670、ね、万付近で推移しておりますイーサもえっと1%以上ですねイーサの方がちょっと上がってきたかなという風な状況ですねその他のところに関してはほとんど大きなですね展開というのは見られない状況となっておりますはいじゃあここからですね一つだけ注目のニュースということで取り上げていきたいと思うんですがコインデスクジャパンさんのニュースですねえっとスクエア社がですね分散型取引所 TBDEX のホワイトペーパーを 発表したという,ふうニュースが入ってきてきおります、えー、アメリカの決済サービス大手のスクエアですねは19日、分散型取引所である TBDEX の、えー、ホワイトペーパーを発表しましたということですね。えー、ちょっと一応読んでいくと TBDEX は現実世界のアイデンティティを証明するために分散型アイデンティティと検証可能な証明情報 VC を使いソーシャルトラストのためのフレームワークを提供することで暗号資産取引の分散型ネットワークを構築すると。 まあ、難しい文章ですよね。で、その下もね、見ていただくと、TB レックスは平均的な人たちが暗号資産のイノベーションから利益を得られるような、指き足スでアクセス可能な取引所を作ることが目的だと。最近、こう仮想通貨をね、始められた方にとっては、本当に暗号のようなですね、文章になっているんですけど、要は、まあ、今ですね、現実世界のアイデンティティというのは、個人情報ですよね。それをブロックチェーン上でしっかりね、担保することができれば、個人と個人がですね、信用を持って取引をすることができるわけですよね。まあ これまでは中央集権的なですね、例えば取引所があって、そこで取引所を介してですね、通貨を取引するっていうのがまあ普通だったわけですけど、今後はもっともっとですね、分散していって、個人がちゃんと証明された状態で、お互いに信頼して取引ができるような、まあプラットフォームをですね、作っていくと。で、まあ、指切出すっていうのは、まあ、いつでもどこでもね、そこにアクセスすることができるよっていう風なですね、存在の取引所を作っていくということが、まあ目的だということですね。まあ、暗号資産のイノベーションに関してはですね、このジャック・ドーシーさん、相当評価していると思うんですけど、そのイノベーションにやっぱりみんな みなが触れることができるような取引所かつその触れる人たち同士がですね、ちゃんと個人を証明して、安心してですね、取引をできるような、そういった取引所を作っていくっていうのがです、ね、もう目的ということで、まあ、いわゆる分散型取引所ですね、はい、そういったことをまあ構築していくことをですね、今後、目標にしているということですね。まあ、今回、ホワイトペーパーが発表されたということですので、今後、ますますですね、進展していく可能性が出てきたんじゃないかなということで、これはですね、注目していかないといけないかなというふうに思っております。えっ、ー、と、今日のですね、グラスノードのオンチェーンデータなんですけど、 そんなに大きなですねデータとしては出ていないですね。イーサーに関しても堅調ですけれども、直近でちょっとですねこのアクティブアドレスとかが減ってきてるかなっていう風な状況です。まあ、これは今のね相場だと仕方ないところかなと思うんですが、まあここまでずっと堅調にね動いてきた中での一旦のま調整というか、まあ、そういったムードになっているということですので、そんなに大きな懸念はないかなという風に思います、えー。小口の動向を見ても引き続き堅調ですよね。えー、この中でえっ、ー、と100イーサー以上持つアドレスがですね若干こう上に向きつつあるんじゃないかなっていうところ。 でこの辺りもついてくるとですねかなり強くなってくるんじゃないかなと思いますね。えー、と、ビットコインのアドレス数に関してもほぼ同じです。こちらもアクティブアドレスは停滞してますけども、小口の動向は引き続き堅調ですよね。大口に関しても、えー、少しずつですね、例えばこの1000ビリ c 以上持つアドレスの数が直近でちょこっとね、こう上に上がっているような展開も見て取れますので、今はまあ下がってきたところで買っているっていうフローだと思うんですが、まあ、引き続き堅調なですね、えー、オンチェンデータを示しているんじゃないかなと思います。じゃあ、ここから相場分析このままですね、入っていきたいと思います。 え今日はですねビットコイン、えーと、4時間足で見ていきたいと思います。今のビットコインの価格が5万8800ドル、日本円でいうと672万円付近で推移しております。えー、と直近のところでですね5ね8000ドルを割り込んでいたんですが、それをしっかり抜けてきて、でなんとかですね今維持しているという,うな状況ですね、でその中で20円目もしっかり上に抜けてきましたので、えー、ここからですね4時間足的には一旦ですね上を目指すような展開になってくる可能性が出てきたんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じで,ですね安値切り上げてえー、と 下にです、ね、移動平均線も控えているということで、堅調にです、ね、6万ドルを試してくるような、まあ、週明けにです、ね、なってくるんじゃないかなと、個人的には思っております、やはりここですね、5万8000ドルを回復して、一時的に一旦下にいったんですけれども、そこから一気に急回復して、もともと始まった値段よりもさらに一段上げてきたんですよね。はい、直近ででそういったた動きが見られたので 下の硬さをね、試したような展開となったんじゃないかなと、個人的には思います。これ、1時間足に切り替えましたが、1時間足で見ても結構堅調ですよね。今のところ、20、50、100の MA を抜けてきて、まあ、ここから6万ドルを試しても全然おかしくないような、えー、展開にはなってきたんじゃないかなと思います。はい。なので、ここからですね、その6万ドルを超えていくかどうかっていうところは、週明けの次の展開になります。まだまだね、移動平均線上に控えておりますし、えー、この6万ドルのラインも非常に硬いところではありますので、えー、これをしっかり抜けて維持できるかどうかっていうのが、週明けの 重要なな鍵になってくるということですねいずれにしても、ちょっとこのままですね、一気に大暴落っていう展開は、今のところ免れたんじゃないかなと思います。一気に上に行くような展開っていうのも少しね、考えにくいんですけれども、まあ、引き続きこの6万ドル付近から下が5万8000ドルですね、この中で、こういうふうに動いてくるような相場がですね、あのしばらく続いていくんじゃないかなというふうに個人的には予想しています。イーサネムに関しても、まあ、ビットコインよりもさらに強い動きになったかなっていう状況ですね。この4300ドル付近、僕も動画で述べていましたけれども、これをしっかり超えてきました。 まあ、昨日の動画の通り、えっ、ー、と、逆三層のような形でですね、この20四面にサポートされて上に上がってきたっていう状況ですので、えー、これも短期的にですね、もう一段上を目指してくる可能性が出てきたんじゃないかなと思います。えっ、ー、と、次の目標ポイント、4500ドル付近ですかね、このあたりの、えー、下げの起点となったところですね、これを超えれば、えっ、ー、と、四時間足レベルでもひど、す、え、べ、ー、ての移動平均線を超えることができますので、完全に相場がですね、回復してくる可能性が出てくるということで、週明けですね、4500を回復できるかどうか、今ね、四時間足レベルでは結構ね、上に行ってもおかしく ないようなな形状になっているんじゃないかなと思いますけれども週明けにかけての重要ポイントになってくるかなというふうに思っております。 で、XRP なんですけど、XRP もですね、この高値切り下げない、なんとかね、超えるかどうかっていう中で、上にもですね、1.1のこの水平線を控えているわけですね。なので、なかなかですね、上は重たいっていう風な展開で、20 m 目もきっちりね、サポートするような展開にはなっていないですね。はい。引き続き、まあ、もう一段下がるか、もしくはですね、この1.1を抜ければ、また回復する可能性があるんですけど、ここはちょっとね、読めない展開かなということで、もう少し引いた目線で見ると、まだまだですね、上値は重たいっていう展開ですので、まあ、今からね、しっかり回復できれば、まあき、 形はそんなに綺麗じゃないですけど、逆三層のような形からのトレンド転換という風にですね、流れていく可能性もありますので、まあ直近ですね、この1.1を回復できるかどうか、これが最重要のポイントになってくるかなというふうに思います。IOSD に関してもほぼ XRP と同じですかね。一旦反発したけれども、そんなに勢いがね、続かなかったっていう展開です。20名は一応超えてるんですけど、20名が完全に下向きですので、やっぱそんな超えた、超えてサポートっていう感じではないかなと思います。引き続きはね、結構重たい展開になっているんじゃないかなと思いますので、週明けにかけて、まあもう一段 落ちてきてダブルボトムからの上昇で4.6セントを超えればまた少し見方が変わってくるとそういう風な展開かなと思います。まあ、あの引き続き3.5セントまで、ね、あの下に下がっていくような下降トレンドの中での動きっていうのはです、ね、しっかり意識して戦略を組んでいかないといけないかなと思います。 で、直近ご紹介していましたアリスなんですけど、やっぱり強かったですね。まあ直近ここのあたりで、えー、上昇していましたけれども、今日で 20, 20ドルをね回復してきました。一応、えー、中長期的に見たこの平行チャンネルの中線ですね。中線のところまで上がってきたということで、これを抜ければ一気にですね、また、えー、跳ね上がってくる可能性は出てくるんじゃないかなと思います。今ただ四時間足レベルでもですね、結構買われすぎの水準まで上がってきているので、そうですね、まあここまで上がるとちょっとわかんないですけど、一旦下げたとしても、やっぱりそこはね、絶好の買い場になってくると。 特に、もしこの17ドル付近まで下がってくるとなれば、ここは結構ね、買い場になってくるんじゃないかなと思うんですよね。なので、押し目買いも入って、堅調にですね、まだまだ伸びていくというふうな展開が考えられるんじゃないかなと思います。出来高もかなりね、直近上がってますので、引き続き、そうですね、次は平行チャインル上限値でいくと、28ドルとか、このあたりが、えー、意識されるような展開になるんじゃないかなというふうに、個人的には思っております。えー、最後、ジムなんですけど、ジムがですね、ここの高値切り下げライン、要はさっきの i o s t や XRP で、ここ全然超えられなかった展開だったと。 思うんんででででですすすががその中でジムがですねね超えてきてきるんですよ、ね、で一応ダブルボトム打ってで2回目のボトムもねちょっと切り上がっているような形、これ結構いい形ですよね、切り上がってからの上昇ということでこのトレンドラインも割ってきたと、えー、抜けてきたという感じですね、で今の直近の4時間足見ると一旦下がったんだけれども大きな下着をつけてまた上をですねトライしているような環境となっていると、えー、そういうところからすると,、えー、と上にはですね結構重たいラインがあって34セントのこの水平線があるんですね、まだそこまで到達していません。今 33. セントですすけけどそれれを抜ければ本格的にですね相場が回復しててくくるる可能性が出てくるんじゃなないいかなと思います一応、ここのですね今回守った32セント付近ってかなりね、割られるとまずい展開になる可能性が非常に高かったんですけど、ここをなんとか守ってきたっていうのは結構大きかったんじゃないかなと思います。その中で買いの反発力を強めてますので、まあ週明けにかけてね、ここの35セント付近ですね、ここを超えていけば、ですはかなり復調してくる可能性が出てきて、貯金ずっとですねいけなかった、例えば40セントとか42セント付近ですね、 ここも超えてくるような展開になる可能性も出てきますのでここ直近ね、えー、しっかり注目したいところかなというふうに思っておりますということで今日はですね6通過見ていきました、えー、この後ですねグローベルズの方に関してはライブ講義とリアルタイムの相場分析やっていきたいと思いますのでぜひ21時からご参加いただければと思いますそれでは今日の動画ここまでにしたいと思います皆様来週からも1週間頑張っていきましょう最後までご視聴いただきありがとうございます thank